ブラッシュアップライフっぽいことしよう。皆さん、あのですね、はるかが、はい、ルシアナさんと、はい、ブラジル料理を食べに行った動画があったんですけれども、はい、5月、はい、5日に出てます。5月5日、うん、子供の日、そして私の両親の結婚記念日、それに出た動画、ありがとうございます、うん、出た動画で、うん、お気づきになられましたか。こちらのポスター、実はあったんですね、そのお店に、うん、ドラマのブラッシュアップライフで私が、うん、その、あの選挙ポスターで見切れてたんですけど、うんうん、今回この YouTube でもこれを見切れさせたら、うん、どれぐらいの人が気づくのか、うん、実はやらせてもらってたんです ね、 ね、どうだった、これ実際やって、うん、あ、これ気づくんじゃないみたいな。いやね、お店でね、うんうん、めちゃくちゃ浮いてたから。だって行ったのがブラジル料理のお店で、すごい壁とかも絵が描いてあるような、うん、あ、すごい雰囲気のいいところだったから、はいはいはい、すごいね、浮いてるの。そうだよね、うん、で着物のなんかポスターだし、はいはい、これね、だから小松さんが作ってくれたんですよ、うん、恥ずかしいですね。いい子供ではないから急遽ね、もう本当緊急で回してます。数時間でだって作ってそう、私が泉節子さんの時のお着物の写真とか、うん、成人式の写真とかでなんかポスターっぽいのできませんかねみたいに提案して、うん、このダブル成人式の時の写真なんだけど、うん、それを切り取って、うん、ちょっとこう京都っぽくね、ね、まあ、してくれて、で私だけの着物、うん、ダセーんだよ。ダサいね。でも一個はね、これ着物、これ魚トラと書いて、あ、お分かりですか。ハリセンボン？そうなんですよね、漢字でハリセンボン、うん、結構散りばめられてるから、うん、まあ、気づくんじゃないかなっていう。確かにね、予想としては何人ぐらいですか、コメントにこう書いてくれてる人、うん、コメントにね、はい、でも30人ぐらいは気づいてるんじゃないかな。おお、私は16人。あ、結構刻みましたね。結構当てに来ました。おう、そう、うん、YouTube って同じこと思っても、うん、それが書いてあったら、うん、いいねで済ます可能性もあるのよ。あ、うん、書き込まずに。そう、ちょっと今から実際のロケでどんなポスターの見切れし方してるかを、はい、そこだけ抜いてあるんで、はいはい、見てもらうんですけど、見たい、はい、そんなにちゃんと映ってないです。あ、あ、なるほどなるほど、さすがに。まあ確かにそれはそうですよね、はい、実はこうなってましたよ。なるほどなるほど、はい、ここがお店の入り口です。はいはいはい、ブラジルの国旗がね、素敵な階段を見ていく。あ、あ、もう壁の横の、あ、あ、結構一瞬だな。あ、でも結構私意識してるからかな。いや、ここはでも気づきにくいかもね。確かに、そう、みんな別にそう思って見てないじゃん、うん、ただめちゃくちゃ近い時もあったじゃん。そうだね、そこで、あれって思う人いるかもしれないけど、まだ半信半疑だと思う。うん、うわ、絶妙。うまいですか。うまい、うまい。うまいわ。じゃあ2個目、はい、いきましょう。え、あ、目立つ。でも遠目だから私ってわかんないかも。確かに。うまい。うまい。着物っていう字ははっきりと見えて、うん、その違和感はあるけど、あ、このお店の常連さんとかのお店のポスター貼ってんのかなとか、はいはい、いい。まだこれ気づいてる人少ないかもね。いや、いいと思う。いい線。5箇所ですね。5箇所、うんうんうん、ヒントもかなりあるし、うんうんうん、でも気にならない人はもしかしたら気にならないかも。そうだね。
結果発表さあ、ということですね、はい、今5月16日でございます、うん、ここまでで、コメント締め切らせていただきます。はいガシャン、はい、しまいましたね、はい、さあ、結果どうなったのか。今10日経ちましたね。コメントの数が78、はい、おでも我々もの平均じゃ平均というか、まあ、大体100ぐらいですかね。ああ、若干少ないぐらいだで、ポスターについてコメントをしていた件数、はい、はるなさんが予想が16、はるかが30。おお、ブラジル料理店に着物のポスターですからね、変だもんねさあ、その予想でしたけれども、はいはい、現時点でポスターについて触れてた件数は、はい、8件。少ない少ない少ない、あら、少数派。私の予想よりも半分だもん、うん、はるかなんても全然。そうだね、そうか、やっぱその、なんていうのかな、はるかと、まあ、はるかの友達と、うん、ブラジル料理っていうのが、うん、やっぱちょっと絵が強かったのかな確かにね、そっちがメインだと思って見てるから。いや、そっちがまあメインなんですけどそうだと思って見てると、やっぱりそんな壁とかそんなに見てなかったのかもしれないね。かもしれないね、そのはるかを見てたり、うん、食事を見てたり、うん、8か。じゃあちょっとどんな方向か送ります。はい、はい、気づいた人はさ、うん、これこうやってやってたらさ、うん、気持ちよくないね、あー、コメントしてよかったって、うん、やっぱりって。お、あ、アイランドガールさんですね、はい、階段のポスター笑いみたいな絵文字、うん、もう確信、うんうん、確信だけど、そのなんていうのかな、他の人にもネタバレしないように、うんうんうん、なんか他の人が楽しめるようにちょっと書いてくれてる。直接は書かずに、うん、こう分かったよっていうことで。そうね。でも他のポス、他にあるポスターには気がつかなかったの。気がついたけど、一番印象的なことを、うんうん、ところを書いてくれたのかな、うん、スミッシューさん、うん、初めの階段降りていくときに右手に着物姿の春菜さんいましたよね。お、はてな、びっくりマーク、はてな。これはだから確信ではないけど、うん、あれは春菜でしょっていう。そうだね、うん、ブラッシュアップライブの時もこういうことですよね。いや、そういうことです。もう本当に一瞬だったから、うん、そこでみんなが録画してる人とか、うんうん、プールの人は巻き戻してみて、うんうん、春菜だっていうことだったり、うん、リアルタイムで見てた人はツイッター上で、え、春菜 いたよねみたいな、うん、ブラッシュアップライフ的楽しみ方をしていただいてますねあ、ボロタクさん、ポスター気になった、うん、これ、この方はちょっとすごい全部気づいたかもしれないね、うん、高田ちひっぽさん、ポスターはスルーでよかったのっていう。あれか、もしかしたら、うん、そのお店に本当に貼ってある着物の広告を私が気づかずに行っちゃったっていう解釈だったかもしれないね。はるかに仕掛けられたプチドッキリ、うん、そうそうそう、と思ってるかもしれないね、うん、ちゃんとタイムも貼ってくれてね、そう、うん、これ押せばさ、そこにパンって飛ぶわけでしょ。そうね、えりこさん、とても素敵な動画。お店に入る階段と店内、過去はるかさんのちょうど背後に貼ってある着物のポスターってはるなさんですよね。見つけてるね、両方見つけてますね。見つけてる。いいねも4。お、本当だ。さっきのポスタースルーでよかったのいいね6、うん、だ、気がついてる結構。そうだね、工藤桃さん、ルシアナさんシンガーだったんですね。はるなちゃんのポスターに触れないのが笑えます。 あえてそうしてるんですね。なるほどね。私昨日のトークライブに行って、トークライブね、その前にやらせてもらったんですけど、うん、まだ舞台袖にいるお二人をカーテンの隙間から発見しちゃってはるかさんに手を振ってもらいました。嬉しい。そう、うちらが袖でね、いたら、うん、はるかが、え、めちゃくちゃお客さんと目が合うって言って、すっごい見えてたんで、すごい隙間が空いてて本来ね、ちゃんと閉じてなきゃいけないところに、うん、
だからいろんな隠れハリセンボンを見つけてるそうだね、工藤桃さん。これいいね、13ついてます、ね、おー、ほんとだ。ともみんさん、階段降りてくる途中にあった着物のポスター、はるなさん、うん、一番やっぱ階段が気がついてんだね。そうだね、後ろの方が目立つかなと思ったけど、うん、だから初っ端で気がついて後ろで確信したんだろうね、みんな。あ、ほとんどの人が、うんうん、いいね、7、うん、最後ですね、うん、あの例にゆえって書く方、うん、はるなのポスターかと思ったら違った違うと思った。違うと思った。何回かでも見てくれたんじゃない？その。ああ。え、もしかして。はるなかも。と思ってみたけど、うんうん、あ、やっぱ違うか。いや、そうなのよ。本人なのよ。しかも、これが、いいね、一番多いからね。あ、本当だ。24。え、そういう人が多かったってこと？うん、そうかも。いや、私、本当よくあるの、街中歩いてでも、うん、バーってこう一回すれ違って、うん、私ね、一回すれ違って戻ってきて見て、うん、友達に違うわ言う人多いのよ、うん、であまりにも似てる人が多すぎて、うん、そういう現象がちょっと起きちゃってるのかもしれない。あ、ポスターにもそれが起きてしまった、うん、モデルさんでしょみたいなちなみに動画を投稿して、はいはいはい、1個目のコメントはこれなんだ違ったって思われたなんかこの人がミスリードしてるんですよね。ああ、そっか、思った人もいたけど、うん、最初のコメントがこれだから、あ、違うんだって思って、うん、だからいいねも多いんだ。そうか、なるほどね、すごいね、予想だにしていなかった結果が。そうだね、楽しんでいただけましたでしょうか皆さん、ね、もしかしたら今後の動画にもあるかもしれない